好きな人に好きな人がいるのですが、好きな人とは一応友達なのですが、話す回数が少なくて、どうすればこっちに興味を持ってくれますかまあ、これきついっすよね。きついっていうのは、落とせないとか、付き合えないっていう意味でのきついではなくて、精神的にめちゃめちゃきついと思います。例えば、好きな人の好きな人、A 君が、めちゃめちゃ成績優秀です。でも、自分は全然成績優秀じゃないです。で自分の強みは、運動ができるところとか、クラスでこう、人をまとめるのが得意とか、まあ、人を引きつけるとか、そういうところが自分の強みなはずなのに、好きな人の好きな人が、勉強ができるってなった瞬間、あ,あいつに絶対勉強ない。 みたいな感じででで自分の成績とかでとか戦おうしんですよでそうすると、もちろん、その好きな人の好きな人に勝てない確率の方が高いじゃないですか。むしろ、その自分の運動神経がいいとか、人を引きつけるっていう強みの部分を生かさずに好きな人にアプローチしちゃうんですよ。自分の成績最近上がってきてみたいな、そういう話をしちゃったりするわけですよ。なんで、好きな人の好きな人は、基本的には、もう意識しない。無視。いかに好きな人の好きな人がいても、関係なく自分がやるべきことをやれるか。それが大事かなと思います。次、遠距離恋愛の彼氏との初デートに行きます。初デートでの おすすめの場所ってどこがいいでしょうか付き合ってどんぐらいなんですかね ?1 年なのか2年なのか、それとも1ヶ月なのかでだいぶ変わるんですけど、まあ1年ぐらい経ってるなら、リクエストを伝えてあげるっていうのも結構彼氏は喜びますよ。今動画見てる全女子メモしてほしい恋愛教科書第84条ぐらいに載ってる話なんですけど、彼氏って実は女の子ほどそこの場所に行きたいとかあんま思ってないんですよ。結構彼女側はディズニーランド自体を楽しんだりとか、ディズニーランドに行きたいってなるんですよ。でも彼氏側ってディズニーランドに で、楽しんでる彼女を見たいなんですよ。カラオケに行って歌いたいって、まあ、思って行く人も結構いると思うんですけど、彼氏側は歌って楽しんで、ありがとうって言ってくれる彼女が見たくて連れて行くみたいなところがあるんですよ。なんで、もう場所はどこでも彼女が喜んでくれて、ありがとうって自分に感謝をしてくれたら、正直どこを連れてってもいいんですよ。付き合ってからは、 リクエストを彼氏に伝えてあげるっていうのが一番優しいです。稀に全部ゼロから自分で考えたいって人いると思うんですけど、めんどくさいと思ってる彼氏はまあまあいるんで、行きたい場所を伝えてあげる、その伝えた場所でデートプランを彼氏に練ってもらうっていうのが多分一番両者いいです。リクエストを伝えちゃうっていうのがいいかなと思います。